金玉は哺乳類の口がを表す俗語。東語の、玉金も広く普及している。器官としては清掃の高三章。遅くとも江戸時代には幼霊が見られる。古くは陰形なども含めた男性器を表す言葉であったが、時代が下るにつれて清掃のみを指すようになった。陰道は講義では金玉に含まれ、競技では金玉袋として区別される。糖の 玉金が使用される場合も多い。名前が玉木の人物を揶揄する意味で玉金というあだ名が付けられることもある。語源には諸説あるが、どれも推測の息を出ない。1590年の幼児集、節用集に奏で金玉とあることから金玉は当て字と考えられる。その他大切なものであるから貴金属のゴールドの名を冠したという説がある。なお、 金色だから、金玉というのは誤り。大半の放送メディアが、放送禁止用語に認定しているとされるが、例外も参見される。ザ・ドリフターズのコント番組では、加藤茶、志村健など児童に噴したボケ役が用いることがある。また、志村健のコント番組では、成人に噴した演者が使用した場合でもカットせずに、放送されていた。例えば、文脈から判断する限り、 タノキン、トリオと言うべきところ、タマキン、トリオとボケている。どちらもゴールデンタイムに放送された子供向けコント番組である。深夜番組、北のファンクラブの替え歌コーナーでは、ビートたけしらが扮するバンド、カメアリブラザーズが、ザヒットパレードのテーマソング、ヒットパレード、ヒットパレード、みんなのヒットパレードを、引っ張れ、引っ張れ、タマキン引っ張れと歌った。アニメ、 おぼ、ちゃまくんでは、ちゃまごと呼ばれるギャグ表現で、ありがとうをもじった、ありがたまんが使用されていた。2016年東京都知事選挙の政見放送で、候補者の後藤照樹が、筋力と発言した部分を NHK がカットして放送した。NHK 側は、公職選挙法を踏まえて、過去の判例をもとに、選挙管理委員会の見解も参考にした上で、削除をしたのであり。 放送禁止用語だからという短絡的な理由ではないと説明した。この対応について、後藤は再度出馬した2020年東京都知事選挙の政権放送で批判声明を出した。2019年の映画、引田さん誤解任ですよでは、不妊治療をする主人公がダメ筋力と揶揄される描写があり、主演の松茂豊は記者会見で、 放送禁止用語ではないと主張した。昭和時代の子供向け番組、ロンパールームに出演した幼児が、木で始まる言葉を言うゲームで、筋力と発言し、言い直しを促されても、なお、綺麗な筋力と答えたため急遽 CM に移り、再会後にその幼児の席に、熊のぬいぐるみが置かれていたという言い伝えがある。擬人化あるいはキャラクター化されたタヌキの代名詞として、 巨大な筋力が描写されることが多い。例、バケタヌキ、しがらき焼きのタヌキの置物など、大きく広がったものを意味する、タヌキの筋力八丈敷期という慣用句も存在する。これは金箔を製造する際、タヌキの陰王の皮を使用すると一問目の金から、畳八丈分の金箔が得られるという俗説に由来する。浮世絵にも多く残されており、特に、 歌川国吉の一連の作品が知られる。三美歌、間もなく彼方のの替え歌として、春夏、タンたぬきが知られる。替え歌の普及時期は不明。明治期に三美歌を原曲とする、昇華経由で普及したとする説や、三美歌を引用したとされる1937年発売のヒット曲、タバコ屋の娘の替え歌説もある。全国各地で伝承されており、出だしの歌詞、 タンタンタヌキの筋力は風もないのにブラブラはほぼ一致するが後半の歌詞の相違が発生している。後半部分がなく出だしの歌詞で完結するバージョンもある。古くは筋力を金時計と歌うバージョンが女子の間で普及していた。これについて風もないのに揺れるという描写は大きすぎて揺れにくいタヌキの筋力よりタヌキとあだなされる闇な先生が 海中時計を見せびらかす描写だとする方が自然であり、こちらが先にできて、同時期に両バージョンが普及したが、腕時計の普及により金時計バージョンのみ、廃れたという考察もある。日本各地に狸の筋力を題材にした民話、昔話がある。鶴林道の宮間口県の一部地域で、鶴林道を狸の金玉、狸の金玉八常時期と呼ぶ。 果実の見た目が由来とされる。ありがとうございます。